そうだからまあいじけてる女の子可愛いねってことで入れたんですけど、もう女の子の方がちょっとグイグイなわけですよ。その後もその後スイッチにしたっけ、私。そうスイッチもね、もう私全部の曲に好きってまた言うんですけど、スイッチがね私実はすっごい好きなんです。曲恋愛禁止条例公演の曲なんですけど、サビの前の高見菜さんとあとみやおさんのソロパートがめちゃめちゃ好きでツボで、いつかやってみたいなって思ってる曲の一つなんですけど、この曲でも曲自体がちょっと珍しいから、珍しいじゃない、珍しい曲調なんて言うんだろう、なんかいわゆるアイドルソングって感じじゃないから、あんま歌詞に注目しないことが多いかもなんですけど、まあ、歌詞も可愛くて、その好き好き好きのなんかいじけてる感じに通じるかなって思ったので選びました。いつの間にかタワーがいっぱい来ている、もしや。あ、沢先生ありがとうございます。だけかな、あ、やばいやばい、その次が、フェイントにしたっけ、そう、公演曲ブロックって感じ。フェイントはまあなんか大人っぽい曲入れたいなと思って、そう私なんかもともとかっこいい曲の方が基本好きなはずなのに、こうやってセットリスト組んでみたらなんか明るい曲の方が多いなって思って、まあなんか幸せな片思いか両思いとか描いてるからそれはそうなるんですけど、ちょっと一回クールゾーンを入れておきたかったのでフェイントを入れてちょっと大人っぽいね感じ。まあこれもでも恋愛の曲なので付き合った二人の関係性ってことでこれを入れて、まあでもなんかきっと円満じゃないんですよ、ここの今の好き好き好きスイッチフェイントの3曲は。やっぱり女の子の方がなんかね気持ちが大きくなグイグイいってて、どこの子はちょっと装飾系みたいな感じで見るんですけど、次がなんだっけ。いやでも私の中では本当男の子も好きなんですよ、好きなんだけど女の子の方がそれを表現したくなっちゃうみたいなね。いやもう表面張力かまるで俺やん、笑った。装飾なんか、そう男の子のが不器用っていうのをね、なんか AKB の歌詞ってそういうの多いから、結構男の子側が不器用みたいな可愛いなって思って、でなんと表面張力でもう別れが訪れますウケた。なんかねストーリー詰め込んだら両思い期間すごい短い、残念。てかね、いや正直表面張力の前に近いのに離れてるを入れたかったの。あのビートカーニバルの楽曲なんですけど、あの歌詞もまたこれぴったりで、女の子側が女の子目線の曲なんですけど、なんか二人で幸せだった時間、昔はそう幸せに会話したりしてたのに、最近はお互いスマホを見る時間が長くなって、話したいことや聞きたいことが少なくなって、私たちなんで付き合ってるのみたいな、もうこれって別れた方がマシなんじゃないのみたいな曲、もうね別れ際にぴったりじゃないですか。入れたかったんだけど、これもまた音源化はされてないわけですよ、音楽サイトでね。泣いた。だからね、好きだ好きだとこれを近いの離れて入れられなかったのは結構、そこさえ入ってればマジ100点私の中で。まあなのでそこは抜かして表面張力入れたんですけど、表面張力もすごく良くて、もちろんなんだろう、でもね
フェムンチョルカちゃんと歌詞読むとやっぱり男の子側がなんかもしかして浮気をしてたんじゃないかとか、なんか悪いことをして女の子がまあ疑いつつも責めずに涙をこらえて、なんかまたちょっと違うストーリーが入っちゃってるんですけど、まあ別れ際の中で一番いいインパクトのある曲だなと思ったんで選びました。まあ気持ちのズレですね。そうそう、からの次がひび割れた鏡。これはサムネイル公演でもずっとやってたユニットであった曲なんですけど、私は多分サムネイルのアルバムの中で一番この曲が好きで、ひび割れた鏡はもう完全に別れた後なわけです。でこの辺結構女の子目線多めなんだけど、別れた後でもそのやっぱり好きだった男の子のことがまだ忘れられないんですよ。うん、なんかね、これ込みと前歌詞解釈ちょっとした気がするけど、なんだっけ、そう、もう心がね割れちゃってるんですよね。すごい好きだったのも本当だけど、その分男の子からまあひどいこと、ひどい扱いだったのかわからないですけど、傷ついてでも好きで戻りたいと思って、まだその鏡を捨てずに持っているけど、結局本当はもう心も鏡も割れているみたいな感じ。でもまあそう、引きずってるんです女の子も。からの次がサステナブル。ちょっと男の子がひどかったっていうくだりはちょっとなしにしましょうね。あの幸せなストーリーにしたいので、別れて引きずってっていう、そこだけちょっとそこだけで十分なんですけど、サステナブルはここで男の子目線に戻ります。男の子いいやつに脳内変化してください。ちゃんとか、もう1年後かな、別れて1年後ぐらいに、1年後の夏にね、もう海の季節は終わっちゃって、君を誘いたかったけど勝手に遠慮して誘えなくて、でもやっぱりあれっきりこれっきりって、このまま忘れられるものかって男の子も思ってるんですよ。だからそう、ずっと好きでい続けて、もう一度君を誘おうって思うわけですね。ここからいいやつに変換無理。なんかさ、そうなの、さっきの表面張力の下りで男の子をクズっぽくしてしまうと、こっからの下りが全然感動できなくなっちゃうので忘れましょうね。クズじゃないんですよ、すれ違いで別れただけなんですよ。そう、だからすれ違ったままなんとなく終わっちゃった恋愛をやっぱりあれっきり忘れられないっていう男の子の気持ち。そしてそっからの次がずっとずっとですよね。確かサステナブルからのずっとずっとは、これ私なんか A 公演でサステナブルをまだ最後に披露してた時に歌いながら考えてて、この曲がサステナブル、あ違う、サステナブルずっとずっとって歌詞がつながってたらめちゃくちゃ良い物語なんじゃないかって私踊りながらこう考えてたんですよっていう日があって、春に別れて夏が過ぎ、まあそれ1年前の春かも分かんないですけど、夏が過ぎ結局やっぱり秋になってまた会うわけですよ。電話をして僕の前に君がいるんですね。そこ私もめっちゃ好き。春に別れて夏が過ぎ、もう経験、もう限界だね。
春に悔やんで夏に泣き、そう秋に決心したんだ。やばい、ちょっとなんか今日語彙力なくてあんまうまく説明できてないんですけど、まあっていうことでずっとずっとで、なんかお互いのその惜しんでた気持ちがこうやっと一つになって、まあ秋に仲直りができたのかできなかったのか、それは分からぬまま皆さんのご想像にお任せして、あと2曲ですか、もう次チューインガムですか。でね、時は過ぎですよ、もう何年経ったのか分かんないね、5年ぐらい経ったかもしれないですけど、お互い大人になって、まあチューインガム味がなくなるまでっていう総選挙のカップリング曲があるんですけど、なんかちょっとセブンティーンの歌詞に通ずるものがある感じ、大人になってその自分が生まれ育った街に帰ったら、いろんな街の景色とかいろんなものが変わってたけど、なんだろう、その好きだった女の子の揺れるポニーテールの姿とかは忘れられなくて、今でもまだ好きだなみたいな、多分そういう歌詞なんですけど、まあそうはそういうわけです、未練タラタラなんですよ。あ、もうそれまさにき、ちょっとずっとずっとに戻るよ、そう、君のいない世界は無意味ってね、1年の別れを経て気づいたんですよ、ずっとずっとで、まあみたいな青春な恋愛をして大人になり、やっぱり君が好きだったなみたいな、地元に帰って思ったりして、で最後が君に会うたび恋をするなんですけど、久しぶりのクラス会で、まあ君が隣に座って思い出の中封印した君が蘇るんですよ。やっぱりこの子のことが一番好きだったなって、君に会うたび2回目の恋をしたねっていう感じのストーリーに私が勝手にしましたっていうお話でした。そう、クラス会で再会したの。多分この曲自体は当時伝えてなかった、好きっていう気持ち伝えてなかった、片思いのまま今大人になって出会ってっていう歌詞なんですけど、まあちょっといい方に勝手に解釈変えましたけど、だからなんかそう、今回のこのプレイリストはとにかくなんかどっち目線かっていうのをめちゃくちゃ重視して考えて、僕なのか一人称が僕なのか私なのか、そう、相手が君なのかあなたなのかっていうのをすごい考えて、なんかどっちもお互い大人になるまでもずっと好きな状態でいる、なんか可愛い物語が作れたらいいなって思って作ったので、の中でももちろんぴったりハマる曲はいっぱいあるんだけど、私が好きな曲を選んだ、そう、これがでも一番あれですね、ポイントですね、結論前提として私が好きな曲を選びました。なので16曲全部私が自信を持って好きだと言える曲でございます。とにかく歌詞に浸ってこのセットリスト聞いてもらえたらすごく嬉しいので、ぜひ感想もお待ちしてます。もう公開されたの1ヶ月ぐらい前の話だと思うけど、ほんとなんかすごい私の自己満の話になっちゃった。いいよね歌詞って、そう、恋愛映画みたいでしょ。なんか普通の妄想とかは全然しないし苦手なんですけど、歌詞で妄想するのだけは大好きなんですよ。いくらでも話が思いつくよねって感じでした。終了。そんな話をしてたらもうあと10分ぐらいですかね、1時間
めっちゃ今更の話でですか、今超急に思い出したんだけど、全然関係ないですけど、ユーナーコン行った人、はーい、ユーナーコンの T シャツ買った人、はーい、T シャツの裏のユーナーの写真がいっぱいこう並んでるんですけど、あれ全部写真私が撮りました、イエーイ。っていうことをさりげなく多分私どこでも言ってない気がする。言ったっけ？言ってないよね。なんか言うタイミングなくて、あの YouTube 密着の時に言えばよかったなとちょっと思ったんですけど、そうなんですよっていう話。ただなんかねそのユーナーの写真を T シャツにプリントするしたいっていうのは2人が話してて、でもなんかそのプロのカメラマンさんとかに撮ってもらうよりなんか仲いいメンバーとかなんかそういうメンバー撮ってもらった方が自然な表情で撮れるよねみたいな、だからミヨン撮ってって言われて、え、めちゃくちゃ撮りたいって言って、なんか映るんですとか、ジワルデイズの MV でちょいちょいこう映るんですって撮った、なんだ写真、写真って言うんだっけ、フィルムの写真がこう挟み込まれてたと思うんですけど、あの時のフィルムカメラをナナちゃんがまだ撮っといて家に置いてあったっぽくて、多分あれ別で買ったやつじゃないと思うんだけど、とかナナちゃんの携帯のアプリのなんかフィルムっぽく撮れるやつとかを使って、だから全然本当のカメラとか全く使ってないんですけど、そうああいうので私がいっぱい撮ったやつなんだっていうのをまあ今更だし言っていいかなと思って言ってみました。そのジワルの時に使ってない余ったフィルムカメラかな。ユーナーコンも良かったな。ユーナーコンの時もすごいずっとずっと聞いてて、まあ茂木さんは目の前で大号泣してたわけなんですけど、私も私でまあなんていいコンサートなんだ、なんていい曲なんだって思って感動をずっとしてました。私ユーナー茂木の話しちゃった。あと5分ぐらいはじゃあバンジーの話しようかな。ネマオスのバンジーも見た人、うわうわー、アバレルジェームズ、いやバンジー飛んだんですよあれね。あの博多座10日間ぐらい博多行って帰ってきて、ほんとその3日後ぐらいにネモースのロケが入ってバンジーだった。いやーすごかったな。あの日はね、去年2019年の中で一番過酷な一日だったと言っても過言ではないですね。バンジーも怖かったけど、バンジーまでの下りが何、まあしんどい本当に私何の台本ももらってない状態でバンジー行くと思ったら全然違ってっていうのを何回もやってたので、何が正解か分かんないし、本当にこれで番組成立してんのかなってずっと思ってやってたんですけど、でも全部終わった後に台本見させてもらったら、なんか台本での想定通りのリアクション私がしてて、全部手のひらの上で私転がされていました。本当にでもあれ素です、完全に何も知らんもん。まあ、茂木さんがどういう形で登場するとかも知らなかったので受けた。私のファンの人より茂木さんのファンの人の方があの企画いろんなコスプレ見れて楽しかったんじゃないかと思うぐらい茂木さんがいろんな服着てましたね。でも面白かった。